ともにご活用ください。あるよ。日の丸が揺れています。浅田真央にとって8回目の世界選手権です。初出場は7年前の東京大会、ショートの曲がノクターンでした。ショパンの調べに対する23歳の答えがあります。今最後のイメージ作り、トリプルアクセルに向けての滑走路を確認しました。会場内にスチールカメラのシャッターの音、決定的瞬間に向かっていきます。トリプルアクセル決めた。きれいに決まりました。歓声が余韻となります。クリップ落ち着いていますね。一つ一つのポジションも丁寧に行っています。フライングキャメルスピン、一つのポジションの変化もスムーズです。最後のジャンプコンビネーション、トリプルループ、ダブルループ、3回転2回転、表情柔らかに、ステップシークエンス、一つ一つの音の捉え方が感情も入ってとてもいいですね。ショパンのピアノの音色をついにその手につかみ取りました。浅田真央、日本のファンに見せたかった完璧な滑りを、この埼玉スーパーアリーナ、それぞれの方向に丁寧に頭を下げて笑顔で応える浅田真央の姿があります。いや、荒川さん、はい、見ているこちらが緊張しすぎたんでしょうか。それにしても落ち着いて決めてくれたような感じがしましたけども、いや、今日はもう6分間の練習に入ってきた時から表情に曇りがなくて、動きにも力強さがあったので、見ているこちらにも不安を与えないようないいスケーティングをしていたんですね、でそのまま本当にいい形で演技に入っていって、はい、これまで見た浅田選手のショートプログラムの中で一番出来も、そして全ての完成度も高かったショートプログラムなんじゃないかなっていうふうに
感じましたね、はい、やったことすべてに対してプラスがつくような本当素晴らしい完成度の高い演技でした。まあ八木沼さんね、もともとこのノクターンという曲、一番浅田真央選手のイメージにぴったりの曲なんだと言われる中で、7年前の世界選手権デビューの時はショートプログラムで5位と出遅れて、まあ、今回のオリンピックでも失敗して、その中で何かこう掴み取ったパーフェクトですね。これ本当ですね、まあ、そこからの歴史、そして今シーズンこのショートプログラムのノクターンの完成度、はい、本当にこの世界選手権で、もう本当に完全版を浅田選手滑り切りましたね。完全版ね、まあ、一つ一つの音の捉え方ですとか、はい、ただただ要素を決めるだけではなくて、はい、一つ一つを大事に、はい、本当にこう作品としてこのショートプログラム、確実に滑り切ることができたのではないでしょうか、はい、またあとはそのジャンプに入る前も、不安な部分が全くなかったので、本当にこう落ち着いて、はい、練習よりもいいようなそんな出来だったかもしれないですね。いや、まさにそうですね。これは本当に点数と合わせて楽しみなところ。浅田真央選手のこの演技が今テレビをご覧いただいている皆様と同じ映像が会場内にも流れておりまして、それに対する拍手が続いています。取りこぼしもなかったですからね、これは得点期待できると思います、はい、さあ迎えるキスアンドクライです。現在ロシア代表ボゴディダヤの 66.26 がトップ。浅田さんの得点 78.66、 パーソナルベストを3点近く更新してみせました。もちろん浅田真央、笑顔とともにトップです。今